こんばんは。YKT と申します。今日は名古屋から来ました。この間まで静岡までいました。転勤になりました。今日はいつものコーヒーカップでてんてんてんって歌ったんですけど、今日はいつものコーヒーカップでホットカルピスを飲みました。ワン、ツー、サン、シー。気がついた心の中のわだかまり、火をつけた思いとともに押してるからすぐやらない。ラストじゃないけどラストセリフ。
どうも。今のラストセールで、次はですね、僕も何やろうか迷ったんですけど、ホットケーキって言ったとか、ゆかゆの仲間せんべいグルミとか、まあ、いろいろあったんですけど、でも時間が押してるし、これはどうしようかなみたいな感じで、あんま好きな人、あんま好きじゃない、それでは井村屋という歌をやります。フレンド触れ合いの人っていうなんか喫茶店がどっかにあるんじゃないかなと思って作った曲なんですけど。
それでは YKP 本当にありがとうございました。今日はですね、これの前に姫月由美さんと YOU というユニットを組んでるんですけども、静岡のウーフーでライブやりまして、で、その後ですね、こちらに駆けつけました。それでは最後の今日のフレンドフェアイブとやりましょう。YKP でした。ありがとうございました。
ございます。